ありがとうございます。運動会シリーズが続きます。<laughs> 今日はえっと親御さんに向けての動画になります。えー、テーマ運動会です。えー、私ねえっと担任している時に、えー、こう学級通信でね運動会の前にちょっと親御さんにねえっ、ー、と学級通信で書かしていただいたことがあるんですよ。うんそれは何かと申しますと。 短距離走でね、例えば運動会で帰ってきますと。どの子もねかけっこ短距離走で1番を目指してね楽しみにね自分の力精一杯出して頑張ると思うんですけどもでもね1番っていうのは4人走れば4人のうち1人しかなりませんそして4人走れば誰かが4番になるわけですとそこでねおうちの方にお願いですって1番でね帰ってくることもあるでしょう そんなただいまあってね運動会終わって帰ってきた我が子にどんな、ね、声をかけるかっていうのをちょっとね、えー、と想像して、えーえー、見てもらっていいですかってどんな声をかけてあげたらその子は、えー、次に向かってねその経験を、えー、悔しかったで終わりにせず。 その経験を学びに変えて、えー、次への成長につなげていくことができるか、えー、ちょっとおうちの人にね、えー、っと投げかけさせていただいたことがあるんですよ。で、えー、そうなんです。ねじゃあ例えば4番だったとするじゃないですか。4番で「ああ4番だった」とか言ってね返ってくるじゃないですか。これをご覧の皆さんがその4番だったって言って残念そうに返ってきた我が子を前に。 ままずどんな声をかかかかけられますすねいかがですか、うん、言い方変えるとそうだなその子が次に向かって、えー、次のねえっ、ー、とまだこう幸せに向かっていくために、えー、どんな話をしてあげたらその子の力になれるでしょうか大人としてね。 いかかがですかね親としてええー、いやあの正解はないと思うんですよあ,あとこうしてくださいみたいなこともないですよ正解はね、えー、ただね、えー、運動会終わ,、えー、と終わった日に、えー、運動会のことについてね、えー、日記をね絵日記か絵日記を書いてもらってで一言 えとお家の方にコメントをもらうみたいなことをね、えー、してたんですねで、えー、と子どものねある日記を見た時にね、まあ、そんなないけをさせていただいたことに対する、ね、アンサーじゃないですけど「あすごいな」ってあこんなふうなことをお 子供に言葉をかけてくださったんだって、うわあすごいなーって感動だなーって心動かされた話を、えー、ちょっとね紹介させていただきたいと思います。三つぐらいありますね。えー、じゃ一つ目、一つ目です。四、えー、番で四番で書いてきたんですよね。ああ一番じゃなかったよお母さんって帰ってくるんですよ。そしたらね、えー、この子ね、えー、こんな風な声をかけられたそうです。 そうかって悔しかったねってうん悔しかったねってでもねあなたが今日まで、えー、一番になるために一番目指して、えー、帰ってきてから家の前をね走って <laughs> 運動会の練習をしてた姿お母さんは知ってるよって、ねえー、だからこそ、えー、悔しかったよねってでもねそうやってね運動会に向けて 一生懸命頑張る姿を見てお母さんは嬉しかったなってあなたが何番でもそうやって、えー、目指す、ね、姿を見てお母さんは嬉しかったんだよありがとうって言われたって書いてくれる子がいたんですよねわーって思ったんですね結果でその子をこう評価判断するんじゃなくてその日までのプロセスを見てねその子の日までのプロセス頑張りを見て えー、その子の気持ちに寄り添う親御さんの言葉を「まあ、子供は嬉しかった」って言って日記に書いてあったんですね「お母さんがこう言ってくれた」ってね、うん、そんな方がいましたね2、うん、つ目 <laughs>、えー「お母さん4番だったよ悔しかったよ」っつって「残念だったよ」って帰ってきた、えー、我が子に「えー、そうか悔しかったね」って でもお母さんね、当日ね一生懸命こう歯を食いしばりながら、えー、最後まで走りきったあなたの姿を見ただけで「お母さんなんだか嬉しかったな元気もらってはありがとう」って <laughs> そういうねこういう言葉がけをかけた方もいたそうですね。うん4番の「僕も褒めてくれた」ってね <laughs> 4番だったけどお母さんは褒めてくれたから「あー僕はよかったな嬉しかったな」って思いましたってね最後まで。 4番でねゴールテープ走る時も4番でも全力疾走で駆け抜けることができてよかったみたいなことを彼は書いてたんですよね、まあ、そんな子もいました素晴らしい素きだと思いませんかね, <laughs> ね最後まで一生懸命走る姿に、えー、感動したって結果じゃなくてその子の姿に、えー「お母さん嬉しかったよ」っていうふうにアイメッセージでね、えー、答ええー、かけてくださったんですよね うん、え3人目です <laughs> 3人目、えー、4番で悔しかったよって帰ってきたら、えー、お母さんこう声かけてくださったそうですえー、4番悔しかったねでもよかったねって <laughs> えっって何が良かったと思います4番で良かったねってお母さん声かけてくれたって言うんですよねだっていつもいろんなことでえー 1> 1番だやったっていうふうに来るけど4番なんてなかなか味わうことないじゃないって、ね、4番の子の気持ちが分かったでしょってうん確かにって <laughs>、ね、4人いたら1番になる子もいれば4番になる子もいるであなたは今日は4番だったであなたが1番になった時にその4番の気持ちの子を、えー、思いやれる、えー、そんな経験が今日はできたわけでしょってよかったじゃんラッキーじゃんみたいな。<laughs> そんな、ね、話をしてくれたんだよお母さんはっていうことを日記に書いてくれる子もいましたね。ねえー、どんな事実も、えー、事実は事実よね4番っていう事実はねそれを、えー、残念だったという見方をするのか、えー、もしそれがラッキーだったとすればそこにどんなラッキーがありそうみたいな見方で見てみると。 えー、その4番という結果の見え方も変わってくるしその後の捉え方変わればその後の行動も変わわってくるわけですよ、ね、あ,あむしろ4番でよかったんじゃないって <laughs> ねそういう捉え方っていつも人生一番なわけじゃないですからね。4番には4番だったということの意味価値、えー、学びっていうのがきっとあるんですよね。うん そんなね話をお子さんにしてくださった方もいらっしゃいました、はい、いかがでしたでしょうか今日はね4番だった悔しかったって言って帰ってくる子供にかけた3人の親御さんのエピソードを紹介させていただきました何かお役立ていただけるお話であれば嬉しいです最後までご視聴ありがとうございましたまた次回お会いしましょうさよなら